皆さんこんにちは。インスパイのこたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、先日発表されました、Apple の Apple Watch 2なんですけど、シリーズ2ですね、の方が発売されたものが、昨日ですね、昨日といっても、正確に言えば金曜日なんですけど、金曜日に届きまして、ようやく今日ですね、開封できますので、開封の儀などをですね、今日お話ししていきたいと思います。まずちょっと現物の方から見ていきますが、こちらです。はい、Apple Watch っていう風に出てるのわかりますかね。これですね、結構大きい箱でして、重たいんですよ、これ。2本指で持つと、本当にギリギリ持てるかぐらい、非常にですね、手がブルブルです。重たいんですよね。で、時計ね、ちっちゃい時計なのに、なんでこんなに重たいのかね、ちょっとね、開けてみたいと思いますけど、はい、開封の儀ですね。はい、何が開けましょうかね。これ、なんか開けるとこあるのかな、よくわかります。あ、ここですね。ここから開けてみますね。はい、開けていきたいと思います。はい、開けましたね。パリパリパリ。はい。そうすると、ここにアップルウォッチの時計のマークがありますが、スパ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 ス。スポンと開きました。なんかこんな感じになってますね。こんなに大きい箱です。はい。では、いいねします。はい。開けてみます。そうしますと、中にですね、よいしょ。ちょっと出しにくいんですけど、こんな感じで、いつものごとくなんですけど、白い箱が入ってんですね。これが多分重たいんだと思うんですけど、こんな感じで、はい、入っています。で、これをですね、ちょっと開けますと、何かですね、ここですね。ここに黄緑のがあるので、ここをビビビってやってですね、はい、開封しますと、Apple のマークが出てきまして、このお弁当箱みたいな、これ、いいですか？パカッ。はい、入ってますね。この入れ物が重たいんですね。この入れ物非常にですね、高級感があって、いいものなんですけど、これ、すごくいいですよね。おしゃれですよね。使わないんですけど、子供のおもちゃになりそうですけど、これ素晴らしい。この辺がやっぱアップルってすごいですよね。この入れ物すごいな。はい。ということで、これが重たかったんですね。では、ちょっとこの底の方を見ていただきますけど、これ開けますと、いつもの説明書ですね、が入っていて、で、こちらですね、充電の。もうこれね、僕いくつあるんかってぐらいもう本当にたくさんあるんですけど、これ、あ、そうかそうか。ここになんか、あれがついてんの。同じですね。もうこれですね、1、2、3、4、5、6、7、8、10個ぐらい持ってますね、これ。これ10個ぐらいありますが、これ、そしてこの中に入っているものが充電コードなんですけど、充電コード改善されてるかな？この充電コードがですね、すごく長いんですよね。で、長いのは、まあ便利なんですけど、ちょっとあまりにも長くてですね、ちょっと持ち歩くときに絡まったりして、結構邪魔なんですけど、どうでしょうかね。あ、短くなりましたね。どのぐらい短くなったか、ちょっと実際に乗ってやってみますね。すでに私が使っているものがありますので、それとちょっと比較してみますと、こちら。よいしょ。これが以前使っていたものなんですけど、こんなに長いんですね。これで4分の1ね、の長さだったのが、今回のは、このぐらいなので、半分ぐらいの長さになったということで、これはいいですね。非常に助かります。で、ここのとこにですね、カバーがありますので、これで、はい、で、充電するんでしょうかね。ピラピラピラと。ピラピラピラと。ここにも貼ってありますね。こう剥がして、で、これで充電ケーブルの出来上がりですね。これは早速ですね、挿して、充電していきたいと思います。今、Apple Watch の1の充電をしていたんですけど、ちょっと2の方。切り替えて、充電ケーブルを挿してみます。では、次にですね、行きたいなと思うんですけど、肝心の Apple Watch ですね。こんな感じでちょっとケースに入っていましたが、ここにまた同じように、
カバーがされていますので、カバーを履いていきます。そしてですね、この真ん中にある、この白いのね、これを取ります。はい。僕はですね、これがアップルウォッチの1だったんですけど、1と同じ型の、買いました。大きさも、同じシリーズの買ってみたんですね。ちょっとあえて、同じものでですね、比較してみてどう変わるかっていうのを見たかったので、変えてみたんですけど、まあ、ほとんど同じですね、見た目の感じは。見た目の感じは、皆さん見てますか？向かってこちら。これですね。これが Apple Watch 2です。で、こっち。これが、Apple Watch 1ですね。こんな感じでほとんど同じですね。はい。ではですね、ここもやっぱり、ここにまたカバーがついてますので、カバーを剥ぎましてですね。よいしょ。剥ぎましたら、こんな感じですね。つけれるものになるんですけど、早速つけてみたいと思いますね。これ同じですけどね。よいしょ。若干あれかな？短くなったかな？一緒かな？はい。ではですね、本田圭介やってますかね。両手付けですね。両手付けやってみましょうか。本田圭介のように、アプローチ1、2出たら、これをね、やってから、写真撮ってから、下取り出そうかなと思ってたんですけど、はい、こんな感じで、はい、本田圭介みたいな感じになりましたね。はい、右手左ね、つけました。はい、では、これでですね、では実際にですね、ちょっと右手につけたことないから、すごくつけにくいですね。はい。外しまして、設定の方に行きたいなと思うんですけど、まず、ここのカバーもついてますよね。はい。電源を入れてみたいと思いますね。あ、ここのなんか、押した感じがちょっと変わった気がしますね。前はポチッポチッっていう感覚がなかったんですけど、ここを押すと、ポチッポチッっていう感覚が出るようになって、この丸クラウンっていうんですかね、丸部分が、ここの回る部分ですね。これが前のと比べると、前は非常に硬かったんですけど、くるくる軽く回るような形になった気がしますね。では、こちら。はい、今、アップルのマークが、光りましたが、これが大事なんだよな。これがね、点滅するようになってくれればすごい嬉しいんですけど、これどうなんでしょうかね。何もしてない時にこうなっててほしいんですけど、僕が、予言したことが果たして実現したのかですね。これ今充電、してあるんでしょうかね。起動モードがこうなってるのかな。この後立ち上がるんでしょうかね。ちょっと待ってますね。では、説明書の方をちょっと見ていきますが、はい、はい、出しています。そうすると、Apple Watch の説明書が出てきまして、こちらは、ユーザーガイドですね。ユーザーガイド。まあ、ちゃんとしてねっていうことを書いてます。で、ここに説明がですね、入っているんですが、ようこそアプローチということで、説明ですね。こんな感じで説明が入っています。感圧タッチ。画面を強く押して文字盤をカスタマイズ。画面を押せるのか、今度は。これ前からか。あ、前からですね。続いては、デジタルクラウン押して、ホーム画面文字盤を表示。長押しすると、Siri が起動します。マウスと拡大縮小、スクロール調整ができます。サイドボタン。押して、ドックを表示。2回押して、Apple Pay を起動。あ、これがそうですね。Apple Pay を起動。長押しして、Apple Watch の電源オンオフ、または緊急電話を発信というふうに書かれています。で、裏側の方は、心拍センサーとか、スピーカーとか、通気口マイク。バンドリリースボタン、充電するなど書いてますね。で、装着の仕方、バンドの交換の仕方とか、文字盤通知センター、この辺の説明なんか書いてるんですが、まあ、大した説明はないと言っていいんじゃないでしょうかね。Apple Watch の実際のですね、買ってどうするかっていう説明は、ここにはないのかな、ということは。はい。あ、ちょっと充電しながらやってみましょうかね。ここが若干変わった気がしますね。はい、あ、最初に出てきました。こんな感じ。あ、90% 充電になってますね。Apple Watch の言語
言語を本日に、日本語に設定しますかっていうふうに聞いてきましたので、そうですね、チェックを入れます。はい。そうすると、地域を選択っていうのが出てきますので、日本、アイスランドとか出てきますから、当然日本を選びます。はい。続いて次ですね。続いて次に、今まだくるくる回ってますね。言語を設定中。言語を設定中。というふうに出ていますが、次に何が出るんでしょうかね。はい。言語を設定中なのにえらい時間かかってますが、ここがね、今回かなり改善されたって話なんですけど、とにかくね、重かったんですよね。はい。iPhone で Apple Watch APP を開き、ペアリングを開始をタップしますということで、ちょっと画面を切り替えてきますね。こちらをご覧ください。はい、僕の今 iPhone が映ってるんですが、ここの中に Apple Watch が入っているので、Apple Watch、Apple Watch は入ってないかな。Apple Watch を開いて、ペアリングをタップというのに出たんですけど、あ、ここの中に入ってますね。Apple Watch を開きまして、こんにちはと、Apple をお持ちの場合は、ここで iPhone とペアリングすることができます。ペアリングを開始を押してみたいと思います。ポチッと。はい、Apple Watch をカメラに向けてください。デバイスを下のファインダーに合わせてくださいと出ましたので、ここにですね、Apple Watch ありますので、この画面にこう合わせていきたいと思います。よいしょ。これでペアリング開始するのかな？なんかちょっと光ってるので、大丈夫かな？はい。そうすると、Apple Watch のペアリングが完了しましたっていうものが出ました。で、これで Apple Watch を設定っていうところに進むんでしょうかね。こっち側には何が出てるのかな？ Apple Watch のマーク、Apple のマークですね、が出ていますので、Apple Watch の設定に進んでみたいと思います。はい。Apple Watch をどちらの腕に装着しますかってこれ悩むんですよ。本当右手がね、いいかなと思ったんですね。こうやって、できるので。でも、日頃もう左手に慣れてるので、左手につけたいなと思うんですけど、左手と。はい。そうすると、美容規約ですね。書いてますので、これを同意する、進みます。同意すると。はい。そうすると、パスワードを入れてくださいっていう画面が出ますので、ちょっと待ってくださいね。これで Apple ID ですね。こちらを入れていくということなので、はい、入れていきたいと思います。開始。はい。今、認証中になっています。認証中になっています。くるくる回っていますが、これ Apple ID を認証中ということで、ちょっと時間かかりますね。画面切り替えて。これで認証したら動き始めるんでしょうかね。こっち充電されてるようなのでちょっとケーブル外しますが、こっちはまだこのままですね。今は iPhone 側の方で設定をしている形になって、Apple ID を検証中でくるくる回っています。よし、こんな感じね。今なっています。で、ペアリングは開始したので、これでうまくなると思うんですけど、iPhone 側がちょっとまだ、あ、出ましたね。ちょっと切り替えますね。はい、ワークアウト経路追跡っていうのがあるようですね。Apple Watch のワークアウトは、屋外ワークアウトの経路と地域の天気を追跡するために位置情報サービスを利用します。これが今回の Apple Watch では、GPS 機能をついて結構いい点なので、当然これは有効にするに進みたいと思います。有効にする。はい、Siri、これも使えた方がいいので、使用に進みたいと思います。はい、Siri オンにしますかって OK。はい。共有される設定。位置情報サービス、iPhone を探すし、Wi-Fi 通話と診断、使用状況の設定は iPhone とApple Watchで共有されますということで、これ OK に進みますね。で、Apple Watchのパスコードを設定してください。パスコードを設定すると、Apple Watchを腕から外すと Apple Watchはロックされ、ロックを解除するにはパスコードが必要になります。これによりデータを保護することができますということなので、これ何桁なんでしょうかね。最初は4桁なんですが、長いパスコードを設定できるようなので、長いパスコードを設定にしたいと思います。
はい。ではちょっと画面を変えさせていただきますが、よいしょ。パスコードを設定していきたいと思います。はい。これどこに打つんだ？設定したいんですけど、どうやって設定するんだ？戻る。作成と。作成ってどうやって作成するんだろう？わかんないな。ちょっと、何どういうこと？あ、わかった。そういうことか。iPhone じゃなくて、Apple Watch 側で設定なんですね。Apple Watch 側の画面見ると、パスコードの設定が今出てたんですけど、消えたな。もう一回行きましょうか。長いパスコードを設定。こっち側なんですね。こっち側に文字盤が出て、こっち側入れてください。iPhone で一生懸命やってました。はい。ではですね、これで新規パスコードを入力ということで、入れていきたいと思います。はい。OK。はい。もう一回入れてくださいってきましたので、もう一回入れていきたいと思います。OK。はい。そしたらちょっと一回お見せしますが、iPhone で Apple Watch のロックを解除っていうのが出ました。これで、このオプションを選択した場合は、Apple Watch を装着しているときは iPhone のロックを解除すると、Apple Watch のロックも解除されますということで、素晴らしいですね。この続けるには Apple Watch でこのオプションを承認します。こっち側の方に、承認ボタンが出てますので、こちらで、はいを押したいと思います。はい。そうすると、アクティビティを設定というのが出まして、これ、設定に進んでみましょうかね。はい。ここにですね、アクティビティ APP は、座っている時間を短くしたり、もっと動かしたり、毎日運動したりするようにするためのものものです、というふうに書かれてますので、ここにですね、自分のいろんなことを入れるんですね。ここに入れていきたいと思います。1971年、4月。71年の4月の14日。はい。性別男性。身長、170センチ。はい。ですね。よし。体重、69キロ。はい。車椅子 EA ですね。これで続ける。一日のムーブゴール、普通の、普段の運動量または希望する運動量に合わせ、一日の消費カロリーのムーブゴールを設定できます。まあ、適度にしましょうかね。ちょっとわかりません。これで設定っていうふうに進んでみたいです。緊急 SOS。Apple Watch が iPhone に接続されているときは、サイドボタンを流して Apple Watch から緊急電話をかけることができます。緊急 SOS の使用時に通知する緊急連絡先を選択することもできます。ペアリングが完了したら、マイウォッチタブを表示してくださいということで、続けるように進んでみましょうかね。はい、利用可能な APP をインストール、すべてをインストール進んでみたいと思います。はい、Apple Watch と同期中ですということで、もう少しで Apple Watch の使用準備が完了です。こちらの方には、リンゴのマークが出た状態になっています。同期が完了すると、通知が表示され、その後 iPhone をいつも通り使用できます。Apple Watch の設定を終了するには、ホームボタンをクリックするだけです。ということで、これまだ、同期中なのかな？もう少しで完了です。通知が表示されますということで、もうちょっと待ってみましょうかね。はい。なるほど。こっち側に見えますかね。ぐる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 回ってる画面っていうのが今出てるんですけど、ちょっと光って見えにくいかもしれませんが、これが最後までいかないとダメなのかな。今まだ時計の針でいうとこの10ぐらいのところまで来ましたかね。はい、ちょっと、こんなのが出ましたので、ちょっと切り替えてみましょうか。あ、出てますね。現在、Apple ID 及び電話番号は新しい Apple Watch の iMessage を FaceTime に使用されますと。最近の、この字で無視できます。ここで OK ですね。はい。これで見ますと、ようやくですね、3のとこぐらいまで来ましたので、あと 75% ぐらいかかる感じになっているようですね。はい、同期中です。これどのぐらい、その Apple Watch で同期するアプリが今回入っているのか楽しみですね。実は iPhone
Apple Watch 1が出た時に iPhone の 6かな、6と、同期を開始した時にはですね、僕ほとんど何も入れなかったんですよ。なので今4ぐらいまで来ましたけど、今どのぐらい対応アプリがあるのか僕が使ってる中でちょっと気になりますね。これまだ進んでいきます。はい、同期中ですということで、こっち側のそうですね、今 iPhone 側の画面でも今ここまでですね、4のとこまで来てるっていうのがわかりますね。なのでちょっとまだまだ時間がかかりそうですね。とても今回は15分で収まりそうはありませんが、今進んでますよっていうことですね。はい、だいぶ行きましたね。今8ぐらいまで行きましたね。8のところまで来ましたので、どんどん行きましたね。9まで行きましたので、あと、もっと進みましたね。あと 25% ぐらいで、終了っていう感じになっています。もう少しで終了ですよ。これね、これがいいと思うんですよね。このアプローチのこのではこのリンゴのマークがとにかく出ている、もしくはたまに点灯するっていう風にしたらいいと思うんですよね。暗い時につけて、関係ない方を向いている時にこの黒いのだけじゃなくて、やっぱこう白いね、リンゴのマークが常に点灯するぐらいの電池は使ってもいいので、僕は点灯しておいた方が Apple Watch のファンとしては、 Apple 好きとしては喜ばれるって常に言ってるんですけど、今回果たしてそれがなったのか、僕、個人的にすごいそれが楽しみなんですけど、なので、本当は、セミナーで言ってたように、もう2は買わないと言ってたんですが、Apple さんに期待を込めて買ってました。はい、Apple Watch APP ようこそ、My Watch、文字盤ギャラリー APP ストアっていう風に出ました。これで、OK を押します。はい、ということで、ここにですね、新しい Apple Watch とペアに、これで OK ですね。設定されましたよということで、文字盤ギャラリー進みます。どの文字盤しますかってこと、僕ミッキーマウスをずっと使ってたので、今回もミッキーマウスにしてみたいと思います。フューチャリング音楽、音楽なんかも設定できるようになるみたいですね。これカラー、なるほど。これ白なんかより絶対カラーがいいですよね。もっと他の色があってもいいと思います。ミニーマウスちゃんも出たんだ。ミニーマウスちゃんは、色を変えれると。じゃあ今度ミニマウスにちょっとしてみましょうかね。はい。左上音楽、右上アクティビティ、下、音楽なんか出てますね。はい。続いて、APP ストア。これ APP ストアに行くだけね。はい。はい。ということで、これで設定はできたようです。ちょっと画面戻しますね。ということで、僕の Apple Watch と設定できたよっていうことなので、もうこれで、閉じました。そうすると、こちらの方には、ちょっと見てますかね。っていうか文字盤反映されてないけどね。反映されてないけどね。はい。ここでですね、パスコードを入れてくださいって言って、そっか、腕につけてないからですね。はい。パスコードを設定しました。そうすると、これ、デフォルトこれが出てるので、これをですね、さっきのミッキーマウスに変えてみたいと思うんですが、はい、カスタマイズに進みまして、これじゃないな。文字盤のカスタマイズができるのかな？はい、できないみたいだな。どうやってやるんだっけな。はい。とにかくちょっと戻してみましょうかね。はい。こんな感じで、最初の初期設定のアプローチの画面になりましたということで、これ早速腕につけてみたいと思います。腕につけると、はい。こうやってて、パッと。前より若干、これで、見えない。これで表示されるスピードが若干ですね、速くなったかなっていう気がしますが、この若干はすごい重要なんですよね。時計が時計として機能しないっていうことが今回すごく問題だったので、その点をだいぶ改善してくれたようなんですけど、この大事なのは、これですね。こうなってるとき。こうなってるときに、これ多分消えると思う。あれ、消えないな。消えると思うんですが、ここでね、点灯してくれればいいんだけど、点灯しないよね。
ここで Apple マークが点灯するようになってほしいんですけどね。やっぱり僕の夢は、叶いませんでしたね。ということで、Apple Watch の設定が終わりました。今回ですね、また使ってみてですね、前とね、GPS の機能なんかも入っているので、あと Apple Pay もね、また始まりますから、また皆さんにね、お伝えしていきたいなと思います。はい、今日はですね、ちょっと10分ぐらいオーバーしましたが、Apple Watch の設定の方についてですね、Apple Watch 2でやってみました。インスパイアの方でした。ありがとうございました。